秋田鉱山専門学校本館の外観を復元して建設された秋田大学100周年記念館秋田鉱山専門学校は秋田県秋田市に1910年3月に設立された管理の旧制専門学校。略称は秋田高専。英語名称は秋田マイニングカレッジ。秋田大学国際資源学部及び理工学部の一部の前進校である。 日本唯一の管理鉱山専門学校であると、共に、秋田県初の高等教育機関であった。1908年3月、文部大臣、牧野信明は、秋田県知事、下岡忠春、藤田伝三郎、岩崎久佐や、古川虎之助からのコーチ、創設費35万円の寄付出願を許可し、設立の基礎を定めた。当時秋田県内に鉱山を有していた藤田、 岩崎、小賀の三夜からの寄付については、秋田県出身で当時合名会社、藤田組、小坂工業所長であった田中隆三の尽力が大きい。設立にあたり、ドイツのフライベルク鉱山学校を半年、鉱山大学を目指したものの、当時は短科大学制度がなかったため、専門学校令に基づく専門学校として設立された。しかし、初代校長、 小葉東吉等の学校関係者は、将来的な鉱山大学への昇格を期待しており、このため、昭和初期に至るまで、秋田鉱山専門学校の門札を掲げなかった。設立時の学科は最高学科及び野金学科であったが、後に鉱山機械学科、燃料学科、電気科、金属工業科などを増設した。 卒業生の総数は26期計5741人である。卒業生により、同窓会、北光会が組織され、秋田大学鉱山学部、工学資源学部の同窓会として存続している。設立から秋田大学に再編されるまで、秋田市、手形あざ、深田のコーチを使用した。同コーチは、新生秋田大学鉱山学部に継承された。 1963年、南隣に学芸学部が移転して、鉱山学部キャンパスと一体化し、現在の手形キャンパスとなった、秋田大学の人物一覧も参照のこと、ありがとうございます。